はい、皆さんこんにちは。佐賀キャッツでございます。まもなく3時ですね。4月1日の土曜日でございまして、今日は土曜日なんでね、マーケット開いておりません。ニュースもあんまりないんですけどね。これは昨日の11時17分に産経新聞に出た記事ですね。先端半導体向け製造装置23品目を輸出規制、中国念頭に7月施行を目指すということで、西村康稔経済産業省は31日の閣議後記者会見で、半導体分野の輸出規制を強化するため外為法の省令を改正すると発表した。輸出時に経産省の許可が必要な半導体製造装置の対象を拡大する。中国を念頭に軍事転用可能な半導体や可能な先端半導体の製造を妨げる狙いがある。経産省はパブリックコメント、各意見公募を行った上で、寄せられた意見を踏まえ改正した省令を5月に交付、7月に施行する予定と。こういう記事もございます。これは昨日の19時44分、産経新聞です。半導体装置輸出で日本米と歩調を重視、米との歩調を重視、政府は軍事技術にも応用され得る、されうるかな、先端半導体分野で輸出管理を厳格化する。経済産業省は31日、従来は対象に含めていなかった高性能な半導体製造装置23品目を輸出管理の対象に追加する方針を発表した。中国の名指しは避けたが、軍事と経済で中国と覇権争いを繰り広げる米国に事実上歩調を合わせた形だと。まあ、同じような内容ですね。アメリカがですね、日本とオランダの会社に対してですね、中国に半導体製造装置を売るなというふうに要請をいたしまして、はい、分かりましたと、答えたのが 2,3 ヶ月前でしょうかね。それをどんどん具体化しています。で、アメリカの締め付けというのはですね、まあ、かなり厳しいわけです。バイデン大統領自身はパンダハガーでですね、本人はあんまりやりたくないみたいなんですけども、バイデン以外のですね、アメリカ特に議会はですね、中国に対して非常に厳しい姿勢を示しています。どん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 制度が出来上がっていくわけでして、バイデンはですね、それに対して、やめろとは言えないわけですね。自分がパンダハガーだと疑われてますから、なんで、まあ手をこまねいて見ているという状況ではないかなと思います。バイデン自身はですね、本当に勇ましいことは言うんですけども、自ら主導してですね、中国を締め付けようという気はあんまりないみたいなんです。でもアメリカの今国全体としてですね、中国を締め付けなあかんという方向に向かっています。アメリカっていう国は非常に単純な国なんですね。一旦中国を敵だと決めつければなかなかそれは揺らがないと思います。20年代でしょうかね、日本は一旦敵やと決めつけられます。でそれからもうずっと敵ですね。つい最近まで2000年ぐらいまでずっともういわゆる一世紀近く敵でした。日本は基本的に一旦ですね、戦争でコテンパンにやっつけたんですけど、また蘇ってきて経済大国になったでしょ。やっぱりアメリカにとって非常に警戒すべき相手が日本だったんですけども、最近それがですね、本当は中国の方が敵やということが分かってきたわけですね。日本という国はね、話が通じる国なんですよ。理屈を言えば分かるわけですよ。話し合える国なんですけども、彼らはその1920年代に貼ったレッテルっていうものをですね、剥がすのには100年かかったということでしょうね。で本当の敵を見失っていたわけです。中国という国はですね、話し合いをするふりするんですけど、まあ嘘ばっかり言うわけですね。約束を守らないわけです。日本というのは話し合いができますし、約束は守るんですね。こんなん前からは実は分かってるんですよ。ペリーの時代から日本は約束を守るんですよ。ところが中国は約束を守らないわけですね。嘘ばっかり言うわけですね。それにようやっと気づいたっていうのが、
どうでしょうね、ここ5、6年ではないかなという気がしますね。6年かな、ここ6年、トランプの時代に大幅に変換をしました。まあ、安倍さんがトランプを説得したわけですけども、本当の敵は北朝鮮ちゃうで、中国やでというふうに説得をしたわけで、トランプは分かったってなったわけですね。幸いにしてトランプはですね、不動産屋時代に中国とは何のつながりもなかったわけですね。ロシアのプーチンとはあったんですけども、で、中国を切ることに関しては何ら躊躇しなかったわけです。中国もですね、まさかトランプみたいなおっさんが大統領になると思っていなかったんで、一切コンタクトがなかったみたいですね、彼が大統領選挙出るまでは。で、オバマみたいなのはですね、あらかじめですね、要は唾をつけてたわけですね。奥さんのミッシェルはもう完全なパンダハガーでした。で、ああやってですね、未来に大統領になりそうなやつには片っ端から唾つけるのが中国のやり方なんですけど、トランプさんはついていなかったと。で、急激にですね、あれを、舵を切ったわけですね、反中に、中国締め付けに。で、バイデンさんは唾をつけられてましたも、濃厚に唾をつけられてるんですね。副大統領時代にもう籠絡されてしまって、完全なパンダハガーというふうに見なせるんですけども、まあ、アメリカという国はね、大統領が右って言ったらですね、左のものも右になるというほどではないんですよ。そこは中国との違いでして、大統領といえども議会は無視できないし、世論というものもですね、無視できないわけでして、アメリカ全体がですね、中国けしからんというふうになってるわけでして、そこをですね、大統領一人ですね、あかんねんあかんねん、俺はパンダ破壊し中国の言うこと聞くねんというふうにやってもですね、できないわけでして、むしろですね、やりにくくなるだけということで、まあ、バイデンさんは国全体としてですね、反中ですね、中国締め付けに向かうのを、まあ、見ているしかない、傍観するしかないというのが現状ではないでしょうかね。で、今ですね、一番話題になっているのはこの半導体製造装置なんですね。半導体というのはですね、もうこれからの産業を担うために不可欠な存在であって、日々ですね、技術革新が行われていてですね、もう1年2年でですね、2年前のものはもう今やもう古いというふうに、ね、それくらいのですね、サイクルで変わっていく製品なわけですね。で、それをですね、日本は今あんまり作っていないんですけど、半導体自身をね。ただ半導体を製造する精密機械というものはですね、日本が得意なわけでして、日本、アメリカ、オランダというものは、微妙に種類は違うんですけども。で、中国や韓国みたいな雑な国はですね、それを作れないわけですね。なんで、簡単な組み立てだけはするんですけども、そこまではできないから、そこは輸入に頼っていると。で、それをもう売ったら変でというのがこの半導体輸出規制なわけですよ。この包囲網ができつつあります。で、実はここにお隣さんが入っていないんですけど、まあ別にお隣さん入らんでもいいんですよ、別に入らんでも。ただですね、お隣さんは中国国内でですね、半導体の製造工場を持っておりましてですね、そこの設備更新をしたらあかんというふうにアメリカに言われてるわけですね。あかんというわけではないですけど、それをやるんやったらアメリカ国内で保護をしないよと、優遇しないよということなんですね。んで、韓国はなんとかですね、そこをごまかそうとですね、懸命のロビー活動をやってる最中でしてですね、まあ、どこまでそれがうまくいくかはわかりません。わかりません。もう懸命にやってますし、ユン・ソンニョルさんもどうやらそれを理解したみたいで、なんとか日本と共同歩調を取りたいんだよっていうようなことをですね、この前来た時に盛んに言うておりました。でも岸田がどこまで分かってるのか知りませんよ。まあ、ニコニコ笑いながらお酒飲んでましたけど。はい。ということでですね、今、急速に半導体に関して中国を締め付ける政策が進行してます。これね、もう3、4年すればね、結果が出てくると思います。つまり中国遅れてんで、ということに、ね、なっていくと思いますね。所詮ね、中国も韓国もそうですけど、先進国からの借り物の技術で、たんたかたんたかやってるわけであって、それで先進国見せてるわけであって、国家の技術を開発する力ってまだまだないんですね。多分当面ないと思います。それは発想の違いでしてですね、研究開発をしようと、そこにお金をかけよう、時間をかけようという発想のない国なんですね。中国も韓国も。であればですね、要は、あるところから持ってくる。
場合によっては盗んでくるということで今までやってきた国なわけです。まあこれからですねそこを厳しくするされるとですねこの両国ともにやっていけないだろうなと、うん、で中国も韓国も焦ってるというのが今現状ですね。はい、ということでこの産経新聞の2つともにですね貼っておきますので今私ちょっとしか読んでませんけども確認されたい方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。